演舞開演。どうも、本日は ローソンのベーコンとソーセージの旨味広がるエピを食べたいと思います。エピというのは生かしたことあるのかなので、大丈夫ですね。生かしたパターンのパンなのかな。では、いただきます。想像していたよりずっと硬いです。ちょっとではなかったですね。かなり噛み応えがありました。おかげで顎が結構痛いです。普段使ってないってことなのかな。噛み締めるとベーコンとソーセージの程よい塩気が口の中に広がってとっても美味しかったです。顎のトレーニングにもいいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。まだ痛い。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。